ハビット。君たちったら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたがる。人はなぜか分類したがる。習性があるとかないとか。この世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的。持ってるやつと持てないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか、陰キャ陽キャ君ら分類しないとどうにも落ち着かない。気づいてない本能のでねね覗いてかない。気分が乗らない。つまりそれはそんなシンプルじゃない。もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か。例えば持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったふりして透かしてるうちに不安になっちゃったりするやつ。所詮あんたはギフテッド、私は普通の主婦ですと。それはいいでしょう、素晴らしいでしょう。不可能の証明の完成なんじゃない。夢を持ってなんて言ってない。そんな無責任になりはしない。ただその習性に食われないで。そんなハビットを捨てるたび見えてくる君の価値。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から幸福普通と。俺たちだって動物、夢にも中ルオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッハビー。壊してみせろよそのバッハビー。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ快楽。酒の魚にすりゃもう傑作でもって君も進むきっかけになり、それそれでウィンウィンじゃん。これはこれで残念じゃん。そもそもそれって君次第だし、その後なんか俺興味ないわけ。この先君はどうしたいって人に問われること自体終わりじゃないと信じたいけど、そうじゃないキャラがね、にゃ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 。いや分類された普通の箱でくすぶってるから、俺は人生イージーモードずっとそこで眠ってて。あらさ、そもそもスペックが低いだから、あがいてもがいて醜く吠えた俺のあの頃を分類したら、誰の目から見ても明らか。すぐ世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜ荷物で片付けちゃうの。ここむずすぎる。俺たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か。悟ったふりして怒るなよ。君に君を分類する能力なんてない。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から幸福普通と。俺たちだって動物、故にもちろんオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッハビー。マジなめってるのの雰囲気ある。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から幸福普通と。俺たちだって動物、故にもちろんオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッハビー。壊してみせろよそのバッハビー。はい、ということで、世界の終わりさんのハビットでした。